Next competition, Woman Juniors Cross 75 kilometers final. Tsuzuitewa Joshi Junior Scratch no Kesshou desu. Stand by at the fence. 161 Chu Shion from China Taipei. 165 Yunong Ishigami from Japan. 168 Chu Haimin from Macau. Start at the Brevent. 162 Yang Chu Yao from Hong Kong, China. 167 Shoko Nakatomi from Japan. And 169 Chu Haixing from Macau. そうスタートしたのは女子ジュニアスクラッチの決勝です。6名の出走となります。このスクラッチ競技、先ほど行われたようなマディソン、そしてポイントレースのように途中の中間スプリントはありません。決められた周回距離を走って最後の着順を競います。トラック競技の中では一番ルール的にも、そして距離の長いという意味でもロード競技に近いよう、そんな競技だとも言われています。途中の中間スプリントのない分、そのままで淡々と進みそうではありますが、途中の展開目まぐるしく変わっていくことも多々あります。前へ前へとちぎれていくような、そんな積極的な戦いがこの後展開されるということが期待されます。さあ、日本からは2名の選手、このジュニアのスクラッチエントリー、ちょうど全日本ロードのワンツーコンということにもなりますが、全日本タイトルを取っている石上優乃は165番、その時にはタイムトライアル、そしてロードとダブルタイトルとなりました。現在前方で走行でホームストレッチを通過です。そう、距離は 7.5キロ、周回数としては30ラップということになります。そう、前方の方に今度は積極的に前に出てきて石上優乃、そしてその後ろに続いてきたのは中富翔子です。そう、現在の所属は京都産業大学中富翔子。積極的に走っていくロードのスタイル、そしてこのスクラッチ、さあどんな展開を見せてくるか。前方の方にブルーのユニフォーム見えてきたのは、香港ヤンチュアオ、そして、チャイニーズタイペイの中シオフィン、マカオから2人、中ハイミンと、そして中ハイシンです。実はまだ一段となって通過、この後回ってきまして残り23周回となります。グリーンのユニフォームがマカオ、そしてジャパンのユニフォーム、こちらは白と赤のデザインとなります。ブルーのユニフォーム、チャイニーズタイペイと、そして香港、色味的に濃いブルーがチャイニーズタイペイ。そう、香港のユニフォーム、イメージ的にはかつては赤のイメージでしたが、香港チャイナ、ブルーの、そしてデザインとしては花をあしらったそのユニフォームのデザインは変わらず。そう、前方で通過は中富翔子。1コーナーを抜けたところからちょっと積極的にスピードを上げてきました。中富翔子、それにぴたりと続いたのが香港ヤン・チュイヤ。
そしてチャイニーズタイペイ、中小新、そう、残り18周回。そうペースが上がってくるところ1名が若干ドロップ、そして回ってきますが現在は日本2人が先行、先頭で今通過したのが石上優乃。そうジュニアは年齢の、このカテゴリーとなりますので、生まれた、この月によってというところで高校生と大学生の選手日本では混ざります。石上優乃は現在横浜創学館高校高校生。そう1名が遅れた形になっていますが前の5名は今のところ集団1つ。残り13周、現在先頭は5名。今のところ前の5人に特に展開はありませんが、集団から遅れてしまったのはちょっとこれは厳しいか。マカオチャイナ小さい地域ながらということですが今回は2名のこの選手たちが参加、女子のジュニア2名が参加しています。10 laps to go. 残り10周回。そう現在、全体レースとしては5人、169番はここでレースを降ります。169 did not finish。さあ現在の5名、中小院石上優乃、中範院、そして、中富翔子、ヤン・チュイヤオ。
スは間もなく残り6周回となります。今のところ特に大きく動きはありませんが、お互いにお互いの動きを牽制しているようなそんな動き。どこで唇を切るか、それとも最後まで5名の展開となるか。さあちょっと後方を見ながら、また中富翔子がややペースを上げていく。4 laps to go, 4 laps to go. 残り4周回。30周のレースも残り3周回となりました。ここまでのところ唇を切るようにペースを上げるのは中富翔子、またチェックが入って戻るというそんな展開が続いています。残り2周回、ややここで車間が空いているが、後ろからも即座にペースが上がっていく。中富翔子が先行、その後ろに4人が続いている状況。若干距離は空いてはいるもののというところではありますが、まだ距離は十分に追っていけるか。さあそして石上優乃がここで前を追っていくパターンに変わる。残り1周、さあ一気に石上優乃が中富翔子を捉えにかかる。3コーナーから4コーナーへ向かうところ、さあ外側に石上優乃、そして内側に中富翔子、さらにその後方からマカオが上がってくるか。中富翔子、石上優乃が上がってきて、そしてマカオ168番のチューハイミン、そして中富翔子と続いたかというところ確定。今しばらくお待ちください。